投資系ユーチューバーのラジオエジですえ。今日5月24日水曜日日経平均終値は3682円275円安でした。かなり下げましたね、今日はね。え今日の日経平均の終値、5MA の下に決まっております。こんな感じですね。ここが 5MA なんで下にこう決まっております。えこの後2日終値が 5MA の下に入りますと、こんな感じでね。 入りますと、調整開始が確定しますが、まだわかりません、どうなるかは。相場のムードからするとね、これまでの強さからすると、上に戻っていく、もうそういう可能性もあるので、こういうね、動きになる可能性もあるので、まあひたすらどうなるか予想するというよりは、まあ、売買シグナルを参考に、売買シグナルに従って売買をする、さらには効果的な 間を空けたね、難品を組み合わせる。それでなんとか乗り切れるんじゃないかなと思っておりますが、皆様、どんなトレードをされておられるでしょうか、えー。詳しく後ほどまた見ていきましょう。今日は5月24日、時刻は水曜日、時刻は17時44分を回っております。ラジオエジの夜トレイヒ <laughs>、えー。夜トレでは当日の終わりに基づく日経平均の売買シグナル、そして 日本株個別銘柄の買いシグナル、売りシグナル、店頭銘柄をお伝えしてまいります。また皆様からのお便りをご紹介し、ご質問、ご相談にもお答えしてまいります、えー。動画の情報は参考に留めていただき、最終的な投資判断はね、自己責任で行ってください。そして皆様からのメールをお待ちしております。ご覧の E メール、えー、そして、えー、投稿フォームからお便り募集しております。最近かなり えー、多いお便りをいっぱいいっぱい頂戴しておりまして、えー、ラジオジ、基本的に、基本的に喜んでおります。基本的にってなんでって、ね、喜んでおります。まあ、要するにね、あの、いいメールばかりではないのでっていうことなんですけどね、まあでもほとんどいいメールなんでね、喜んでおります。はい。今日のテーマです。日経上昇まだ終わらないかもね。日経上昇まだ終わらないかな まあね、えー、今回の上昇はね、そんなに簡単には終わらないんじゃないかと思ったんですけどね。やっぱり目先強いとそう思うんだけど、弱くなると一気に弱くなるって僕も言ってるんですけど、まあ今日とか結構弱くて、えー、あれっていう感じのね、片透かし的な弱さかなって思うんだよね。まあ僕自身のトレードで言えば、まあ仮想売買ですけど、3万1300円でね、売っとけばよかったなと思うわけよ。<laughs> 確かにね。 そういもう今頃ね、利が乗ってて、まあ早めの利格だってできたわけで。ね、だけどまだ今、えー、3万、今日ね、今、先物がいくらかなと思うんですけど、ちょっと見てみましょうかね。先物。3万641円なんで、まだ1万4000円のマイナスがあるわけで。ね、利確できない。利が乗らない。だからうまく難品できなかった。今回ね。強いからっていうんで、間を空けたわけですよ。ただまあ、今日の昼間の動画でも言ったけど、まあこういう時はね、 難品するほど、えー、上がらなかった難品の必要はなかったんだ。難品って危ないからね、基本的に。難品の必要はなかったんだ。10ロットで済んでてよかったと思えばいいんだよね。で別に、まあだから、最悪の場合だと、えー、その3万1300円とか500円で、えー、20ロットを売ろうとも思ってたから、それ売れたら今度3万2000円まで行ったら30万のマイナスだからね。 それ、そうなってたと比べれば、その時は30ロット売って、3万2000まで行って30万マイナスが出てるっていう状態か、今みたいに、えー、この10ロットしか売れてないけど、10ロットで済んでて、1万円のマイナスで済んでるっていうね。これパッて全決済しても大したマイナスにならない。30万と比べたらまあまあ大丈夫だよね。っていうふうに考えれば、別にこれで良かったんじゃないって思うわけよ。 まあだけどね、えー、まあ相場やってる人はね、今日も熱いメールはいっぱい来ておりますが、皆さん熱いので、ね、えー、そんなね、えー、解釈では多分済まないと思うんだけど、僕はそう思っておりますよ。ね。さて、ね、明日、明後日がこういう感じで、下に入ってくれば調整開始。で、まだ明日上に、明後日上にっていければね、まだ まだ31,200円以上あるかもしれないですね。で、これはね、僕はあり得ると思っていて、だからまだ油断はできないんですよね。で、今、だから、ある程度下がってきたところで、えー、まあ、あの、理確が一回できるんであれば、理確しても、理確とかね、今、もしうまく、あの、難品がき,きちっとはまってれば、理確ができたから、理確して、 で、また上でね、売りっていうふうに考えていこうっていう感じなんです。もしできればね。だから今、皆さんうまく難品が決まって、理確ここ下がったところで一回理確できたっていう場合でもね、また上がってくれば、売りシグナルでね、売りをできると思うし、そこから売っていけばいいんでね、えー、そんな感じで、まだ先はまだあると思うんだよね。で、これでもう終わって、調整始まって、調整開始で、ダーッと25 m a まで落ちました。今このまま落ちればね、 2万9500円ぐらいまで落ちてくるんですが、そんなところまで落ちるかどうかはまだわかりませんのでね。明日の予想レンジですが、えっとね、まずは、売りシグナルの方がね、3万1300円に上がってるんで、ちょっと訂正していきますね。3万1300、えー、円ね。で、今日買いシグナルは上がってないので、こんな感じですけどね。 買いシグナルは28,800円のままです。で、売りシグナルがね、31,300円に上がっているので、ここのところがね、明日、まあ、ここ来れば売りってことになりますで。明日の予想レンジですけどね、おそらく、まあ、下も見なきゃいけないから、3万、そんなに下がらないと思うんですけど、3万、まあ、300円かな。下ね。ここは3万300円ぐらいの下で、 上は多分あんまり軽くは動かなくて3万1000円ぐらいかなと思うんだよねで。明日もちょっと広めで下にちょっと大きく見て3万300から3万1000円。いつもだいたい400円から500円の予想レンジ立てるんですけど、こんな感じで下に来るかもしれないし、上に盛り上が、盛り返してくるかもしれない。どっちかわからないから、どっちともあり得るんですね。え、あの、あれさえもね、 ここで今75のライン来てるけど、よくあるのは75のラインから、パッとこうね、一回跳ねるっていうのがあるんですよ。7上から75に当たった場合は、一回跳ねるっていうのがあるから、こういう跳ねる動きになってもおかしくないんですね。で、行ってもでも3万1000円ぐらいだろうから。で、下は3万300円ぐらいはあると思うので、こんな予想レンジをね、掲げておきたいと思います。えー、そしてパネルでちょっと見ておきますが、 パネルね、で見ておきましょう。と今日の終値は3万682円で275円安。で今日はシグナル全消灯。9も重要のあれさえも消灯。最強ではあるんですけど、シグナルは出ておりません。R 式の帰りは4で、まあ平凡な帰りに戻ってきた。で25円目からの離れも1300円。 200円目からの離れも2900円ということでし、シグナル全消灯でございます。ということですね。で、だって3万1300がね、売りシグナルラインだからね。ら相当今、今日離れちゃったわけだよね。で、えー、今日の終わり3万682円からちょっと順番に上げていきます、ね。3万、えーえー、900。3万900だと、えー、価格会議の200円目の売りシグナルが出るんだね。 だから3万900とか3万800でも出るかな。まあ2 0 0 m からはちょっと離れているよということで3万800円でもね。まあ1個この価格帰り2 0 0 m からの売りシグナルが出てきますと。で3万1000円まで来ますと価格帰り 25MA からの離れのシグナルと2 0 0 m からの離れのシグナルが両点と3万1100 こんな感じ。帰りが6まで来る31,200。帰りが6.74まで来る31,300で、帰りのメインシグナル。これがメインシグナルだから、メインシグナルが点灯し、他に価格帰りのシグナルが点灯する RSI は点灯しない。ということでね、ここまで来ると売りができるよということになります。文字でも確認しておきましょう。今日は24日。 えー、5月24日、682円275円安でした、えー。今日は売りシグナル、点灯しておりませんで、今まで日経のメインの R 式の買い率の売りシグナルが点灯したのは、18、19、22の3営業日、24、23、24は点灯しませんでした。でただ、3万円を突破したのは、これで6営業日連続で、17、18、19、22、23、24、6営業日連続ということですね。 で今回もとりあえずは火曜日が最高値になったということですね。で、終、え、値、ー、に基づく買いシグナルは28,800円で変わらず、売りシグナルの方は31,300で100円上がりましたということになりますで。この後の値動きはね、まあ、今見るととりあえずは明日は上に行きやすいと思うんですけどね、今日も上に行きやすいって言ったんだけど、RNC が強いからね。だけど、あ上がれなかった。 まあ明日は上に行きやすいと思うんですけど、ただ 5MA がね、上に逃げていくんだよね。だからこれをなかなか抜くのが難しい。こうやってこの場面だとね。だからどうしてもね、下に入りやすくなるんだよね、5MA の。だからその意味ではね、上に行こうとするけど、ちょっと難しいかもしれない。でも、えー、上に、2日ドダドっと下げましたんで、上に行こうって頑張るんじゃないのと思うんですけどね。今までの動きからすると、 さあ、それはどうなるでしょうか。まあ、どっちにしてもね、5MA の下に終わり値が決まれば弱い。で、終わる可能性、終わり値がね、5MA の下赤いライン、5日移動平均の下に決まる可能性もあるので、少し調整が入るかもしれないね。ただ、この調整がね、横ばいで、横にゆっくり、あの、あまり下げないでね、横ばいの調整になる可能性もあるんですね。そうすると、こういう調整があると、もう一回この辺から上げてくるからね。だから、まだまだ、えー、今回の相場、 終わったわけじゃない。で、日経上昇まだ終わらないんじゃないのっていうのが今日のテーマなんですけどね。だから、それがテーマの意味は、横ばい調整をして、さらに上がってくるかもしれないっていうこともね、視野に入れておきましょうという意味になります。明日の予想論速足は、だから、えー、まあ僕はね、割とこんな感じで強めに来るんじゃないかなと思うんですけどね。3万一千0 し迫ってくるような動きがもう一回ぐらいあって、で、また落ちてくるのかなとか、こんな感じのローソク足の展開を予想するんですけどね。これがまあありがちな動きなんですけどね。だから明日、まう一回上がってきて、3万1000ぐらいまで来た時には、3万900の上では200円目からの離れとかの帰りのシグナルが点灯するから、 三万一千三百まで上がらないとメインシグナル点灯しないんでメインシグナルの点灯まだこの後にもあり得るからメインシグナルの点灯を待ってもいいしまあええー、ちょっとどうしても売りたいなと思う人は一千円に接近する場面があれば売ってよしと思いますけどね一千三万一千に接近する場面があればね売ってよしと思いますけどねただまだまだまだわからないからええー、あんまり安心してねもう上はないんじゃないかみたいな 変な安心感は持たない方がいいと思いますけどね。まあ、どっちかわからないんだよね、結局。ああまあ、そういう不確実なものに投資するわけだからね。えどうな、まあ、できるだけね。まあ、かやっぱり、テクニカル指標ぐらいしか頼りになるものないので、それがね、しっかり上に来たところで売っていきましょうということになりますね。だ一番いいのは、シグナルラインに来たら売ると。 でシグナルライン今まで何回か到達してるんで、そこで売って、で、できるだけ幅を取って難品ンンしていけば、なんとかなると思うんですよね。まあでも僕の場合はまだ、難品ンンがうまくいかなかったから、まだマイナス抱えてますけどね。それでもまあそんなに今のところ大きなマイナスではない。ただまだ終わってないから、どうなるかわからない。ということになりますね。えー、そして今日の買いシグナル転倒銘柄なんですが、今日は買いシグナルが増えてまいりまして、 8銘柄に買いシグナルが出てまいりました。個別銘柄ね。6 9 9な日本ケミコン。そして6817墨田コーポ。そして2412ベネフィットワン。36、3 9 6にチェンジ。そして8050は成功。この5銘柄に買いシグナルが点灯。そして売りシグナルが今日は5銘柄しか出てなくて、今まで70銘柄、60銘柄って出てきましたよね。やっぱりああいうね、 70とか60とかの銘柄数がね、あの出てるときってやっぱりピークなんでね。で、その後やっぱりね、落ちてくるんですよね。で、えー、9506東北電力、9507四国電力、8766東京海上、4503アステラス製薬、9511の沖縄電力、この5銘柄に売りシグナル、空売りシグナルが出ております。そう、ケースによる売買シグナルなど,などもね、この後見ていきますけどね。というような相場展開、 で、ちょっと調整が入ってきたかな、っていうね、そんな感じです。まあまあ、いろいろ、いろいろな思いがあるでしょうし、いろいろね、えー、けなし合い、のの知り合い、<laughs> も何て言うか <laughs>、あのね、そんな感じなんだよね。僕はあの音楽をずっと勉強してたんですけど、音楽の世界もね、まあ結構ね、えー、音楽をやってる人って、 優しい人が多いとかさ、なんかそんなイメージありますそん全然ちゃうよ。<laughs> 音楽の世界はもうね、けなし合いがもう激しい。みんなすっごい優しい顔してね、えー、音楽やっててあの、優しい人は、本当に優しいは優しいんだよ。優しいんだけど、こと音楽になるとね、まあ、けなし合いと競争でまあ激しいんですよ。 俺の方が上だ、俺の方が上だ、あいつよりは俺の方が上だみたいなね、それがね、僕は結構しんどくて。<laughs> まあだから、上の方に入れればまだいいんでしょうけどね、僕なんかまあ演奏も下手だったし、まあ作曲もね、まあ大したことないかなと思ってて、歌もそんなに上手じゃないしってね、前はで思ってました今はそういうこと思わないようにしてるんだよね。 さて、えー、会員のチャートになっているのが、えー、で相場の世界もね、けなし合いにこう、ののしり合いに <laughs>、激しいんだよ、ねえー。会員のチャート6997、日本ケミコン17、6八1 7スミラ、2 4 1ベネフィットワン、チェンジ、ココールポート、39629346ね、アドベンチャー、ユニバーサル、千葉、えー、工業、えー、新日本電工、高齋道、鎌倉、 新商、成、え、功、ー、グループ、青木平和ビッグカメラ、アイフル、ヤマデン、オリエンタル、白石、なんじゃこれ、<laughs> オリエンタルランドじゃない。<laughs> ねえー、こういうようなものが入ってます、いの方にね。それからいのシグナルの方ですから、えー、シグナルの方ですが、この8銘柄にね、今日シグナルが出ていて、上の方から下げてる順に、えー、日本ケミコン、 日本ケミコンはこれなんだストップイスか。え、それから、これ、ストップイスあ、じゃない。ストップイスじゃない。これはね。はい。日本ケミコン、えー、っと、日本ケミストップイスな、これだストップイスそして、墨田コーポ、6817、ベネフィットワン、チェンジ、成功、青木、平和、オリエンタル、白石というね、このあたりが、えー 下に来てておりまして日本ケミコンは悪材料で、えー、ストップ安ということですね。6997、えー。な何が出たのかは、ちょっと今見てみますが、ストップ安6997。理由が書いてないかなぁ。まあ、なんだろうね。日本ケミコン。ああ、そうか。提起されていた損害賠償請求で損害が確定した。えー あっとアメリカの子会社のアベントは、電解コンデンサーに関する、米国の反トラスト法違反で損害賠償請求を提訴されていたが、120億円ぐらいの損害が確定した。200億円ぐらい払わなくちゃいけない。200億円かひえー <laughs> うわー <laughs> ってなったんだね。 ああ、よかった。僕、去年、1300万の損で住んでてよかった。200億円払いって言われてもね、ちょっと厳しいね。<laughs> 厳しいかねえよ。<laughs> ね,なんねえよ。ね、ないけどね。よかった。1300万で、1350万で住んでよかった。ケミコンはそういうことはそうです。ね。えー、墨田高プも下げている。で、これはどうかな。うーんとね。墨田高プだからちょっとこの、 今の日本ケミコンは買うのはちょっと厳しくないですか材料が悪すぎないですかねえ。墨田コープだけどこういうのが、まあまあでも確定したって言われてるからね。まあちょっと買えないなぁ、ケミコンは。墨田コープもだいぶ安いんですが、えー、これは決算でしょうかダダっと落ちてきてますけどね。これまだ、えー、下げ止まっておりませんので、だけどだいたい前の安値あたりまでは来てるんだが、1300円に節目はあるんだが、 ここで下げ止まるかどうかの勝負だなぁ。ここね。まあ一応この1300円の下げ止まりになってもおかしくない。まだ下げ止まってないですからね。まあちょっとしばらく様子見て買ってか,から買って入った方がいいかな。ベネフィットワン。付け足こんな感じでまあいい時はいいけど悪い時は悪いみたいなね。そうなっちゃうとで今だいぶ下げていて週足で見てもねだいぶ安いところに来てるんでちょっと人気がなくなっちゃってるからうーんこれもね買いが検討。 なかなかできにくいかもしれないけど寝ごろ感は出てきている1500円ぐらいで下げ止まる可能性ありというねそんなチャートですチェンジチェンジ付け足がこんなんで一回人気はあったんだがちょっと今陰り中、えー、最近はちょっと上に向かっているんだが、えー、今ちょっと弱いただこの2000円はね節目なんだけど、えー、2000円でまだきっちり止まってないから もう100円ぐらいは下に来るかもしれないということで1900円ぐらいを見ていったらどうでしょうかチェンジ買う買いたい場合はね成功グループは2300円ぐらいトレンドが下だからっていうふうにね前も、えー、安い時に何かで解説したと思いますけど今買いシグナルが出てまいりましたがもうちょい下の方に目標買い値を置きましょうか青木はチャートがいい中で調整中なので これはまあ変えるかもしれないけどね。ただ高値県からの滑り降りてきた調整ってなかなか止まんなくて、こういうね、200円目ぐらいまで落ちる場合もあるので、まあ慎重に構えればさ、200円目ぐらいまで下げた方からの方がいいのかなと思いますけどね。あとパチンコのバスマスローの関連銘柄が少し最近調整中ですけど、これもね、えー、この後、ちょっと早、早されすぎたというか、上がりすぎてる局面もある。あの えー、上がりすぎてる側面もあるのでこの辺りね来るところまで待った方がいいかもしれないよ。オリエンタル白石1786これは何だろう言いうと、えー、経常利益は4%減ということですが、えー、建設土木の会社橋を作っている会社ということですけどね。 これもね、結構上がってきたところからの調整開始なんで、290円ぐらいのね、200円目ぐらいのところまであるかもしれないって感じで、慎重に見ていきたいえ。そして売りのチャートは今日まだね、以上買いのチャートでしたが、売りのチャートはまだね、今日多いんだけど、イオレとかアンジェスとかシバウラとかね、このあたりが全部売りのチャートでして、ただ前よりは、え売りシグナルが出たら、すぐに落ちる可能性も高くなってきてる。 ちょっと加熱感がね、相場の加熱感が冷めてきたからね。ではあるんですけど、なかなかね、すぐには落ちない恐れもあるので、慎重にっていうことですけど、このあたり売りのチャート、RSI、そして帰りで見たときに上がりすぎているよっていうね、銘柄群、今日は28銘柄。その中で売りシグナルが出たのが5銘柄。 東北電力上がりすぎ、四国電力上がりすぎ、東京会場上がりすぎ、アステラスももう、もう天井だろう、だろう、みたいなね。沖縄電力上がりすぎ。まあ電力会社はね、全部そうですけど、これもね、まあ東北電力も四国電力も、え、沖縄電力もね、そんなに上に向かうエネルギーのない銘柄がだだっと上げてきてるだけでして、で、これはまあ時々ね、東電、 東京電力なんかも上げてきますけど、大体持たないじゃない。だから、こういうのがね、売りの対象としては面白いかもしれないけど、値動きがちっちゃいから、そんなに儲からないんだよね。電力はね、売りで成功したとしてもね。あんまり、そんな一生懸命やる銘柄ではないかもしれないと思いますけどね。東京会場なんかは、付きも非常にいい中で調整してきているので、 えー、あ、上がってきてるので、月足もいいのでね。だから、ね、東北、四国、沖縄電力なんかは月足が悪い、あんまり上昇エネルギーがない中で上がってるから、空売りが検討できるかもしれないけど、まあ、東京会場とかは、ちょっと売りが怖い。ただ、相当加熱感はあるぞと。アステラスは、えー、薬でね、薬の中では悪くはないちゃったんですよね。まあ、竹田薬品なんか見ると、こうだからね。 セラスの4503の方がまだ薬の中では月足は強い方、週足も強い方ですね。でそんな中でえ今日上げていますが、最近ちょっと上がりすぎなんじゃないですかっていうのはあるのでね、まあ、空売りで入るのはどうかちょっとためらわれるチャートではありますがー、買ってる人はね、もう刈り取っていいんじゃないか、収穫していいんじゃないかと思いますので、そんな感じでね、見ていってほしいと思います。 えねあとは、えー、と今日のストキャスの買いシグナル銘柄、えー、ストキャスの買いシグナル銘柄はストキャスだけ出そうかストキャスだけ出そうかはいエイミングまあでも全部見ようかエイミング3911ステムリム45995121藤倉6178日本郵政5208有沢 3 9 4時連合、星電アイシェアーズの米国二十米国債、アメリカ国債が下げている、オリエントの ETF ね、オリエントコ広報、えー、パズル、プラスゼロですね、東海カーボン、シップヘルスケア、えー、そして住友、住信 SBI、東京電力などが、買いシグナル、ストキャスで買いシグナル、点灯、下でクロスしているぞ。 ストキャス売りシグナルは多くて、イオレ、ディジタルメディア、アンジェス、リンカーズ、ビープラッツ、ジャパンエンジンですか。えー、あらら、あらら、ソシオネクスト、OAT、エクサウィザーズなど、ストキャス売りシグナル、店頭柄。まあこれ今多いんでね。 もうまだまだだから加熱銘柄が多いわけですけど、ストキャスウィリシグナル、点灯銘柄はこんなにたくさん出ておりますよ。そして、えー、3指標トリプル解析の会話、エイミング。これは3指標 RSI、カイリー、ストキャス3つトリプル解析、青木エイミング。このふ2つがね、トリプル解析で解析になるで、アンジェスエクサウィザーズ、 日本成功症 SCSK このあたりがねトリプル解析の売りの水準ということになりますまあ日本成功とか SCSK なんかはね昨日あたり、えー、通常の売りシグナルが出たりしていてまあこのあたりねトリプル解析で見たときに RSI 高いストキャスも高いえそして帰りも高いでストキャスに売りシグナルクロスが出ているみたいなね そんな状況のチャートです。えー、今の日経225の5分チャートをちょっと見ておきますけど、いやいや下げ気味だよね。上がってない。で、エネルギーねえぞ。もう終わったんかみたいなね、感じですけどね。まあ、もうちょい、えー、上がろうとするんじゃないかと思ってますけどね。まあ、こういうやっぱり相場強いときはね、まあ下げ始めれば弱くはなるんだけれども、 えー、そんなにはね、急には落ちないことが多くて、えー、例えば菅総理の時でもね、一回落ちてきたけどまた上がるんだね、一回ね。で、から落ちるみたいな。だから、調整あってもまた上がろうとするし、ここも調整あっても上がろうとしてるでしょ。だからね、こんだけ強い後っていうのはね、やっぱり売りのイメージが湧かなくて、やっぱり買い戻しが入るんだよね。 ここもそうですけど、めっちゃ強かったから、ここは下落は本当に緩いよね。下落緩い。で、また上がるみたいなことがね、あるので、今回もね、そんなにまあ、ここもだからえ、菅総理の時も上がって落ちて、この時でも10%落ちたからね、かなりコピドどこ落ちて、返なるのが出たけど、また上がって、でもやっぱり上がりきれない。一回こう上がった後で、やっぱり調整が大きいと、その後はまた3万円が見えてくると、 やっぱり3万円の上は無理だってなってくるんだよね。で、今回3万円の上が定着するかどうか、勝負どころなんですけどね。3万円の上はなかなか定着が難しいと思うけど、今回は3万1300までね。1300円ぶち抜いたから、もしかしたらこの後ね、3万円がサポートっていう動きになるかもしれないんでね。そんなに僕はあんまり一気に弱くなるとは思ってなくて。だから今ね、僕の仮想売買も、一旦はね、 そんなにマイナスがね少なめのところに来てるんですけど、えー、まだわからないと思っておりますなのでこれねあの3万400ぐらいとかくれば1万円ぐらい取れればもう利確しますねでまあね本当だったらここで1回危なかったからまあ、1回損切りしてもいいんだよね1万円ぐらいだったらね だけど、あんまり損切りもない律儀にやってると、損切りの経費で結構じわじわお金減るから、それから考えると、ちょっとそれはやらずに、えー、まあ、上がったらまた難品をね、今、一応3万1200人売り仕掛けしてますけど、そのあたりとか、今、新たな売りシグナルは3万1300だから、そこに売りにをね、ここにもう一回置いてもいいかもしれないし、それにちょっと強弱見ながら判断して、まだ勝負は続けてきますけどね。 ここだったら一回手しまって、あ、1万円損で終わったけど、しょうがない、今回危なかったっていうことで、もう一回売りシグナルが出から売り直すというやり方でもいいと思うんですよね。今、3万500円で売りました。ちょっと怖かった。で、下がってきて、まあ、マイナスが減った。一回損切りしとくかちっちゃいから。だから、損切りってこういう時でするべきなんだよね。 一番上がって恐ろしい時に切る人多いんだけど、こうやって降りてきて、安心感が出てきて、あ、これぐらいだったら大丈夫じゃんってなった時に切るのも、切るのも一つの損切りの上手な損切りのポイントでもあるんだよね。だからこういうところで切るのも一つの手なんですよ。で、切っといて、また上がったらもう一回売り直す。今度はちょっと慎重に高いところで売るでっていう感じで売り直すのもいいと思うんですよね。まあ、3万400とか来て、 えー、理学ができれば、理学してもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だから、僕は3万400にね、理学の、えー、シグナルシグナルというか入れとこうかなと思いますけどね。まあ、でも、まあ、ここは入れずにもうちょっと頑張ってみるわ。え入れずにね、もうちょっと頑張ってみますけどね。そういうふうで、ここで一回、損切りとかね、ちょっと今プラスが出てる人は理学して、もう一回上がったら売ってみようっていう形でかけてみてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。 そんな感じで見ておりますので、皆様からのメール紹介いきましょう。で今日はね、僕の出来事が一つありまして、えー、今日メール紹介の前に出来事を一つ紹介しますが、えー、今日僕の、えー、台所で、えー、ちょっとピンチが起きまして、大、え、体、ー、いいお昼はね、えー、僕は一人でご飯食べてることが多いんですけど、えーまあ、妻が大体、えー、食事は用意してくれるんですが、 それが今日ゆで卵がありましてはいそれで、えー、今日事故が起こりました <laughs> いやさ電子レンジにね、えー、ある食べ物を入れて加熱すると爆発するって知ってましたね今これ言っちゃったんですけど <laughs> ゆで卵をさ、まあ、焼き魚とかねもう軽くポーンって破裂するっていうのはわかるんだけど ああのうちの方言で「はゼルって言うんですけどね。で、えー、ポップコーンとかも「ハゼルとか「はざす」とか言うんですね。ハゼルば爆発したら破裂することを「はゼルって言うんですけど。で、ハ、え、ゼ、ー、るって言葉は多分、うん、東京にはないんじゃないかなと思うんですけどね。はじけるっていうのかな。ちょっとわかんないんですけどね。 で、えー、電子レンジに、もう、冷蔵庫でキンキンに冷えていたで、であゆで卵を、えー、入れて、少しだけ加熱しようと思って、なんか嫌な予感したんだよ。で、小さい小皿にのせて、ゆで卵を入れて、電子レンジピッって、えー、加熱しまして、まあか、ちょっとね、冷たいのが、えー、ちょっとだ,だけでも温まればいいや、っていうんで、えー、すぐ消そうと思ったんですけど、で、そろそろかなと思ったら、 ばあ <laughs> それがね、すっごい音で、えー、ゆで卵破裂するということで、今日、ゆで卵が爆発しました。写真見る写真見るゆで卵爆発した写真見るこれね、えー、これがね、ゆで卵爆発したチョコ。うちね、電子レンジこれ見てもらうとわかるけど、かなり使い込まれたね。 よくまあ動いてるなぐらいの電子レンジでして、そろそろ変えなくちゃなーって言ってる電子レンジなんですけど、それが内部がバーン茹で卵が爆発しまして、ここの小皿に入れて <laughs>、茹で卵を加熱したんですけど、こう爆発の衝撃で小皿は吹っ飛びまして、まあ、あの、大きな被害はなかったけど、下手したら、こっちのガラス面っていうか、これガラスカーのプラスチックかな、これが割れるとかさ、 もっとひどいことになったかもしれないし、開けるタイミングによっては僕は怪我をしたかもしれないんですけど、えー、もしかしたらね、こんなことになりました。片付けが大変でしたけどね。皆さん知ってましたか電子レンジに腕で卵を入れ,入れて加熱すると爆発するから気をつけてね。知ってた知ってたか僕だけか知らなかったのはね、そういうことが起こりましたんで。 皆さん気をつけてください。でも僕ね、ここはほら、ここ食べれるじゃんだからここ食べたし、回収できるところは回収して、食べたよ。<laughs> 食べたよ。僕はゆで卵が実は大好きでして、えー、冷たいゆで卵はな、ちょっと悲しいなと思ったのがね、運の月でしたが。さて、えー、今日のメールを紹介していきましょう。皆さんメールありがとうございます。ダブルインバースについてね、 このダブルインバースについてはいくつかメールをいただきまして、えー、ダブルインバースとは、えー、日経平均先物売りを2倍する商品です、えー。商品、あ、だからダブルインバースをね、1357とか長く持ってると不利だからで僕最近言ってるんですけど、えー、経費もかかるしねって言ってるんですけど、えー、それでちょっと説明足りないんじゃないっていことでね、補足のメールをいただきました。商品の性質上、日経平均株価の日々の上下により、株価が日経平均株価より減価する。 え、商品で、長期投資向きではありません。詳しい解説は YouTube にもありますし、ダブルインバスで検索すればネット上にわかりやすい解説がたくさんあります。ちなみに2021年の9月、日経平均は3万500円で、ダブルインバスは362円でした。今もね、大体いいそこまで来てるんだけど、ダブルインバスは260円ぐらいだってことで、結局、100円ぐらい下げちゃってるってことなんだよね。ね だから、から僕が言ってるように、いつも言ってるように、ダブルインバースは日経が下がっても上がらないんだ。で、長い間持ってれば持っているほど、その状況が強くなってきて、日経が下げてくれても上がらへん。上がらないんだって言ってますよね。まあ、これまさにこの通りでして、ダブルインバース3500円で360円だったものが264円まで下げちゃってるっていことでね、あんまり良くないと。とつまり2年持つだけで、 えー、30%も株価が下がっちゃってるということで、ちなみに8年前の日経平均1万6000円の時のダブルインバースは3000円だったから、今1700円ぐらいにならなきゃいけないんだけど、だから、どん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 下がっていってしまうっていうね、それを買うっていうのは、非常に調子が、なんていうか、不利なんだよ。だから、上がっても上がらないんだよねあ、下がっても、日経が下がれば上がるんだけど、その上がる力が弱いという意味、でいろいろ経費もかかる。 ということで、ダブルインバース型の1357とかはあんまり持ってない方がいいんじゃないかって話ですね。補足していただきましてありがとうございます。ということでね、上が日経平均の、今チャートでちょっと確認してみますけどね、上が日経平均の1570と、そして日経平均上ね、上が15、日経平均、下が1570を比べると、今3万1000、 ぐ 18, 円ぐらいのところに1万、え、8000、ー、円ぐらいのところに1570ね。順連動型はこんな感じです。で、過去を見てみると、じゃあ2021年の、えー、9月の上昇の時も日経平均が3万1000円ぐらいで1万8000円ぐらいのところにありましたよということになるわけですが、下を1357にしてみますと、えー、日経平均が、えー、この えー、3万600円ぐらいの時に300、これ70円とか60円とかにあったわけですけど、それが1年ちょっと経ったところで、経平均が同じところに行ってれば、360円ぐらいのところまで行ってなきゃいけないのに、100円安いぞということで、えー、こんな状況になるので、ダブルインバースは長く持ってない方がいいよということですね。えー、この他にも、えー、何通か、 同じように分かりやすい説明をしていただいたメール AI さん。も方は AI さん。AI さんってこれあの、え、あの、チャット GPT じゃないですよ。<laughs> 人間ですよ。ねあの、あ、あ、いうえおから始まる名前と、ね、あいから始まる、ね、えー、石川さんとかね、石井さんとかさ、<laughs> 石塚さんとかさ、石しか思いつかないけど <laughs>、い、今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 井さんとかね。で、A, A の方は、 ねえー、ああいう、ああから始まる。ああ,あいうじゃなくて、あから始まる人なんですけどね。まあ、その方からいただきましたけど、こういうことでね、えー、1357とかはあまりよくないから。で、1570売った方がいいんだよ。だ下がるなと思ったらね、1570売る売りもできるから。ただまあ、これも経費がいろいろかかるからね、気をつけないといけないということになりますね。それから今日、トヨタについての話がね、これもたくさん怒涛のメールをいただきまして、 でポ、えー、ポックロックさんからいただきましたけどね。動画見ましたよ。トヨタのチャート解説で、ドヤ顔で利益確定とが出たとおっしゃられていますが、どうやら引けのご発注とのことですということですけどね。えー、このご発注の5が間違っておりますがね。5、えー。これ誤りっていうね、ご発注。はい。えー、これだ。ということです。ふんわし確認しましたか投資系ユーチューバーですよね。 情けないし、かっこ悪いし、恥ずかしいですよ。恥ずかしくないですかっていう、ポックロックさんからいただきました。で、まあ、恥ずかしくないですかってこういう、あの、これ結構ね、あの、辛辣な方のメールなんですけど、こういうのはまだ、これはまだ、まだいい方でして、<laughs> いい方でしてっていうか <laughs>、これはまだ普通の感じでして、もうね、こういうところにね、あの、あとね、えー、だから、バカやめろ。えー、もうバカやめろ、みたいなこと やめろが10回ぐらい書いてあるとか <laughs>。そういうメールがよく来るんですよ。で、今日は、えっと、このトヨタに関して、えー、この、えー、昨日の下落ね、ちょっとチャート見ましょうかね、トヨタね。えー、トヨタチャート見ますと、昨日、昨日下落があったんだよね。7203ね。この下落があったんだよね。あれこれ、な、なんだろうと思って僕も調べた。朝9時ぐらいにね、調べたんですけど、 で、えー、その時に、まあ、ちょっとね、僕のちょっと反論じゃないけど、事情説明をね、しますけど、えー、っと、ってことで、これ僕の事情説明です。4000メガの材料毎日全部調べていたら、その作業だけで1日が終わり、動画は出せないですよ。これ僕、僕のセリフね。で、トヨタは、チャートがおかしかったので、今朝9時前ぐらいに調べました。その時には、引け際に、利益、利食いの売りで下げた。 引け際にリグイの売りで下げたと書かれていたんです。カブタンにね。カブタンって有名なサイトね。それをそのまま行ったんじゃー。ド <laughs> ヤ顔で言ったらしいけど。その後の時間は9時前に調べて、その時は引け際にリグイの売りで下げたって書いてあったんでね。下げたようだって。で、それを言ったわけ。その後の時間帯は動画で喋ってたんで、体一つしかない僕は調べることができないんですね。 またおそらくどんな専門家でも全ての材料をね、えー、熟知していることはないでしょうし、物理的にっていうかね、調べられなかったんだよね。一応調べたんだけどね。安石見ましたかとか言われた、書いてるけどね。噴石見ても原因はわからないよね。急落は冷やしでもわかるしね。で日々生き恥をさらすのが仕事のあるよりいうことでね。だから、やっぱりあのおかしいなと思えば調べるんだけど、えー 今日は時間的にね、その段階ではまだ引け際になんか、えー、リ食いの売りが出たって書いてあっただけで、それ以外の材料は得られなかったんだよね。でその後で、 えっと、く、たぶん、十時とか、僕が喋ってる間に、これどうもトヨタはおかしい、ご発注だったんじゃないのかっていう、え、情報が出てました。ただ、このご発注っていうのも、どうやらってこの人も書いてますけど、完全にご発注で、何々証券、今まだわかりませんよ。また、また、僕恥かかるかもわからなくて、今喋ってる間に、何々証券が、え、どんだけ株、何万株とか何十万株とか何百万株の、えー、ご発注を、成り行きで出してたっていうことが、 わかるかもしれないけどね。だけど、まだこれもどうやらご発注ってことで,で書いてやる、いただいてますけど、実際僕もこの後また調べたんだけど、今まだご発注の可能性が高い。ご発注であるようだ。ご発注の可能性が高いっていうことを言われているだけで、まだ、えー、理由ははっきりわかっておりません。ね。だから、ね。で、恥ずかしくないですかかっこ悪い,いですよって言われてるけどね。まあ、恥ずかしいと思えば、もうやってね。<laughs> 毎日こんなこと、こういうの毎日来るんだよ。だから、お前こんなことも知らんのか、やめちまえっつってさ、毎日来るんだよね。で、これもこれも今日もだから、お前と歌はな、下げたのはな、ご発注なんじゃ、やめちまえってメール来るね <laughs> えー、はい。ありがとうございました。 ね。だけど、まあ、こんなことなんでね、まあ、調べられないこともあるし、多いですよ。で、僕なんか4 0銘柄あるから、この銘柄が何の銘柄かも知らないっていう銘柄もいっぱいあるしね。だその場で調べて、ああ、こういう不動産関連なんだとかね、調べてることも多いから、僕はもともと、あの、チャートリーダーっていうか、チャート読む人なんでね、チャートは読むけど、あの、材料にはあんまり興味がないっていうかね。 まあなんかで下げたんだね、みたいな。そのレベルなんだよね。それは、前は調べたんだけど、全部調べたら、本当に時間が足りないんだよ。だからできるだけやってんの。できるだけやってるけど、うーん、4000名ぐらあるからね。全部ね、一個一個見て、まあ上位30名ぐらい調べるとしてもね、それだけでも多分2時間ぐらいかかるんじゃないかなと思うんだよね。こ,こそね、動画出せないんですよ。 えー、だからそれ、それはだから置いといて、僕はテクニカルを見るっていうことでやってるんでね。だから、まあ、あの、ポックロックさん、えー、ね、恥ずかしいやつだなぁと思ったと思いますけどね。メールありがとうございました。えー、そういう事情もあるのでね、えー、日々生き恥をさらしております。なのでね、だから別にいいじゃん。調べて、あ、ラジオエジはなんか、えー、ね、えー、引け際に、 あの、リグいの売りが出たとか言ってたけど、あいつ知らねえんだ、ご発注らしいじゃん。って、ほいでいいじゃん。<laughs> いいじゃん。でああ、ご発注だったんだなって、あラジャーず知らなかったんだな。まあ、朝、あの人、早くからやってるからね。知らなかったんだあいつはいつも調べないから、ちゃんと調べないから、またあ,れあいつ知らねえんだ。で,でいいじゃん。ね。まあ、こうやって教えてもらってもありがたいけど、ほんと、教えてもらうのはありがたいでしょ、実際ね。 見落としたままの場合もあるから。だから教えてくれるのはありがたいですけどね。まあ、できればね、あの優しく言ってね。<laughs> 優しく言って。ねえー、まあ優しく言ってください。全部分かるわけじゃないから。だから、こうやって言ってるね、情けない、かっこ悪いって言ってるポックロックさんも、この五八中の五の字が間違ってたけど、ね、えー、みんな間違うじゃん、ね。知らないこともあるしさ、ね。だからね。 えー、おあいこということで。<laughs> 勘弁してください。はい。すいませんでした。ね。だから本当にね、もう申し訳ない。あの、知らないこといっぱいあるから。だから、あのそういうことはね、教えてもらったら、ちゃんとこうやって言うし、言うべきはね。だけど、まあ、これもだけど、本当にまだ、ご発注らしいっていうことで、まだよくわからないっていうことだからね。まあ、どっちにしたってね、えー、売りは売りで、下げは下げなんだよね。 今日の場合、あの、チャート見ると、やっぱりトヨタの場合は、ガンと下げたりには高く寄ってまた戻ってるから、あれなんか変だなっていうチャートではあるんだよね。だから、なんかどっかの証券会社かなんかが、いきなりなんかの事情で大量に売り出したんだろうなと思う、そういうチャートなんで、不自然なチャートでは間違いないんだけどね。5発注とは思わなかったですね。どっかが大量に出したんだ、売りを出したんだろうなと思いました。で、今まだ真相はもう明らかになったかわからないけど、この後ね、どこどこ証券が、 どうどうこうどうこうで、こういう理由でこれぐらいご発注出したんだよっていうのはね、あるかもしれないけど、だからここで買った人はラッキーだったよね。だたまーにあるんだよね、ご発注。だからとんでもなく下げているっていう時には、大体買いなんだよね。だからとんでもなく下げてるなんじゃこれと思ったら買っといたら大体い儲かるね <laughs>。ね、だからそんなことはこれからもあるんじゃないでしょうかね。ということで、今日は、えー、トヨタのことで怒られたのと、あとは ゆで卵が爆発したのが、ちょっとショックだったラジオエジです。ね。えー、ということで、今日はでも、えっと、早めに動画も出せたんでね、まあ良かったかなと思いますけどね。はい。ということで、今日は夜トレ、えー、お届けしました。また明日ね、えー、どうなるかね、日経平均、注目ですよね。どうなっていくでしょうか。えー、まあそれ見ながらね、まあ基本的には、売りシグナル。 シグなるにね即してそれと難品をうまく組み合わせればフライングがなければだいたいなんとかなると思うんだよねなんで、えー、皆さん無理をしないで、ねえー、損をしなければいいぐらいの感じでねやっていきましょうあまり熱くならないようにやっていきましょうねはい。皆様今日もいろんなお便りありがとうございました また、お便りお待ちしております、えー。そして、せっかく書いていただいたのに、紹介できなかった方、申し訳ありませんが、できるだけね、反映させていきたいと思っておりますので、えー、懲りずにお便りいただければと思います。ラジオ1ジーでした。また明日。